はい、というわけで続きやっていきたいと思います。前作はなんか概要欄の方に貼っておきますということで、オリパ開封ですね。なんか、あられかな？まだ今3月だけど大丈夫かな？僕富山県に住んでるんですけど、ちょっとこの辺は最近の異常気象によるもんだとは思います。ちょっと最近あったちょっとツイキャスでいろいろ話したんですけど、最近あった話しますね。実はですね、1年ほど前ぐらいかな。僕ですね、ちょっといろいろ怪しい業界に片足突っ込むのが大好きで、マルチ商法のお誘いとかあったら、とりあえず話聞きに行くタイプの人間なんですよ。面白いから。いや、だからさ、知りたいじゃないですか。どういう感じで勧誘してくるのかなとかさ。いや、だから、僕そういう話があったら基本的に積極的に行くようにしてるんですけど、まあ行ったところで入んないんですけどね。この前もなんかそれで友人の付き合いで行ったんですけど、面白かったっすわ。で、まあいいや。そういう感じでちょっとね、何かあったら片足突っ込もうっていうのを決めてて、で、1年半ぐらい前かな。2017年だから僕が19歳の頃ですね。当時ですね、MacBook おじさんっていうコンテンツがあったんですよ。まあ一応今もあんのかな？今も多分ないと思う。っていうのがあって、その要は将来有望な若者に対して MacBook を支援してあげようっていうね、その経営者とかの、まあおっさんたちがこう頑張ってね、頑張ってっていうかおかしい。なんかね、ちょっと支援してくださるっていうやつがあったんですよ。で、僕、それで、その時確か登録者が1万6000人ぐらいだったかな？ドキなもんだ。1万6000人ぐらいだったはずです。で、やっぱその時って、1万6000人ぐらいだったらね、大体本当にバイト代より、ちょっと少ないぐらいかな。むしろ、まあ、バイト代ぐらいですよ。バイト代ぐらいのお金しか入らないので、MacBook もらえるんなら欲しいなと思って。あと、まあ、逆にね、その、怪しいものだったら、それはそれでおもろいなと思ったから、ちょっと興味本位で、何人かに送ったんですよ。その、なんだ。まあいろいろ自分のその、なんだ、身の上話をして、MacBook 欲しいです、みたいな。で、送ったんだけど、まあ誰からも返信来なかったよ。で、まあやっぱそういうもんだよなと思って。まあいきなり得体の知らんやつから MacBook くださいって言って渡すやつおらんやろうなとか思いながら。で、僕はもう完全にそのことを忘れてたんですよ。で、昨日かな？1年半ぶりに返信が返ってきたっていう話で、マジ、俺はもう完全に忘れとったんよ。そのことを忘れてたんだけど、なんかいきなりなんか返信来たんですよ。その、MacBook おじさんについての。で、それで、その出だしがさ、僕は今、ネットビジネス一本で生計を立てております。ネットビジネスに興味はありませんかっていう怪しさ、もうゴリゴリ100点。100点満点のもう、メールが来たのよ。でさ、もう心躍るよね。うひょーみたいな。来た来た来たみたいな感じで、こいつは行くしかねえと思って。で、返信考えたんよ。で、最初、これ多分ね、自分は、バカさを演じないといけないと。下手になんか知性を出すと、向こうもちょっと引いちゃうから、まあ、言おうと思えばいくらでも言えるじゃないですか。例えばその YouTuber って職業は、もともと広告っていう点においてはさ、正直もう、一般の人よりはもうズバ抜けてやっぱ能力が高いわけですよ。もう普通にね、それはもうみんなわかってると思うけどね、YouTuber なんてものを見てたら。だからそういうことを話して、だからまあネットビジネスとこの、なんだ、YouTube っていうの相性はかなりいいよ、みたいなことを、まあ、言おうと思えば言えたんだけど、いや、これを言っちゃうと、なんか捉え方によっては、あ、こいつ無駄に知識あるから騙せんな、みたいな感じで、ちょっと、クッとね、惹かれちゃいそうな感じがしたから、ちょっと興味あります、みたいなね。限界ギリギリセーフですよ。ポイントはびっくりマークですね。デスザーク出てきた。デスザーク、ガリザークですね。いや、ポイントはびっくり、ちょっとって言葉と、ありますなどのびっくりマークがポイントで、やっぱね、びっくりマークってね、やっぱ知性3ぐらい落とすんよ、人を。なんかどうすか自分がさ、なんか相手を騙そうとしてさ、ネットビジネスちょっと儲かるんだけど、つった時にさ、めっちゃ興味あるびっくりびっくりみたいなのやるとさ、あ、こいつバカだって感じで思わない。いや、なんか、その類ですよ。ただなんか、めっちゃ興味ありますとかでやると、さすがに露骨すぎるかなと思ったから、ちょっと興味ありますぐらいにしといたんだけど、果たして意味あったのかわからないと。いうことで、いや、送りましたよ。僕それで。ちょっと興味ありますよみたいなね。で、今、返信待ちです。で、この話が昨日なんですよ。おっと？ローダー出てきたぞ。これやばいんじゃね？せーの。はい。おネットビジネスよりオリファ開封だわ。ああ、今の発言はやばいな。というわけで、あ、アルファディオスだよ。というわけで、まあ、そんな話がありましたとさ、ボルグサンダー出てきた。あー、特攻シェニー付きか。まあ、これはね、電動試行前に開封したオリパなのでね、こうやって電動済みのカードが収録されることもあるわけですよ。まあ、それでそんなもんかな。で、次の話は、じゃあ、ゼノンサードのあの話するか。ちょっと、いや、これ、昨日俺が動画出してびっくりしたんだけど、俺さ、ちょっとゼノンサードについて、こう、いろいろ自分の意見を出したじゃないですか。まあ、そこまで肯定的ではない意見を述べてきたじゃないですか。で、ロスオーターゲットで確かなんか、一時期値段上がったやつ。
で、それでさ、なんかコメントで見たんだけど、俺の動画の冒頭の広告にゼノンザードの広告ついたらしいな。爆笑したんだけど。いや、っていうかさ、その、俺はほら、プレミアム会員的なやつだからさ、広告が流れることがないから、そのことについて分かんなかったんだけど、いや、マジ、ツイッターでリプ、写真付きで送られてきてさ、まあ、笑ったよね。笑ったと同時に、冷や汗は出てきたよ。なんてよ、やばいだろ、さすがに。見てるぞ、お前みたいな。なんか、そういう強い意志を感じますよね。なんなんだろうね。なんか、ゼロンザードっていう言葉を発したら、それが認知されるのかな。なんかあるんだろうね。YouTube のなんかそういうやつが。まあ、バレてました。結論を言うとね。やばいね。まあ、そのうちあの動画が消えたら本当にそういうことだと思ってください。まあ、とりあえず、まあ、うまいこと立ち回ろうと思います。この動画にも多分ゼノンザードの広告つくで。今俺が口に出したからな。あともう一個はなんだろうな。あ、そう。カードキングダム行ってきたんですよ、この前。あ、なんとか店じゃないですよ。本社ですよ、本社。カードキングダムの本社に行ってきたんですよ、僕。いろいろあって、お呼ばれしたので。すげえと思って。あのカーキンに呼ばれたんやと思ってさ。いやもう、僕21なんですけど、僕らの世代ってもう本当にゴリゴリカーキン世代なんですよ。だからもう、びっくりだよね。画面の向こうに行けるって気分だったからね。おーぐる。まあ、そんな感じでね、もうウッキウキで行ったんですよ。で、本社に入るじゃないですか。そしたらなんかちょうど撮影中でさ、まあ、あんまり声出さなかったから、もうちっちゃい声でお邪魔しますみたいな感じで入ってさ、そう、すごいのよ。もう、すごい。画面の奥から聞こえてた声がさ、もう、全部あんのよ。島栗先生とか、あ、ジャックさんもおられましたし、あとなんだろう、あ、ユーティーさんとかね。もう、全員いるのよ。え、やばいやばいやばいとか思いながら。マジで。やばいやばい。画面の奥の住人全員おると思って。で、僕はそこに鳥店長に案内されて入ったんだけど、で、さ、しばらくしたら王が来るわけですよ。池っち店長、池っち店長。王がご来店するわけですよ。で、本当はさ、池内店長が、うっすーみたいな感じでドア入ってくんだけど、普通はさ、なんだ、どうもはじめましてみたいな感じで、なんか言うじゃん。だから俺さ、もう本当に、はじめましてって言葉がもう出てこなくて、もうびっくりすぎて。なんか俺、一番最初に池内店長に会った時の、初対面の俺の発言が、すっげーだったんだよね。いや、なるやろ、そりゃ。マジ、すっげーしか出てこんかって。いや、すごいじゃん、そりゃね。無理よ。いやー、びっくりした、本当に。マジ、池内店長に会った時の俺のその発言もびっくりだったけどね。画面の向こうに行った時はね、やっぱテンパるよ。いい経験になりましたね。人生でもう二度と画面の向こうに行く経験はできなさそうですけどね。いやー、すごかったね。アニメの世界に入るっていうのを疑似体験した気がしました。あ、ドルマゲドンビッグバンはちょっと欲しい。最近なんかあれだな。ここ、一時期なんかね、ベリースーパーとか言いながらまがいもん入ってたんだけど、最近はなんかちゃんとベリースーパー入れてますね。ワイルドシマックスは強いんじゃないの？ほい。はい。というわけで続き開けていきましょう。アダプター、生姜だ、生姜。せーの。はい。フェニックスライフと、生姜ですね。これは普通に強いな。勝利のガイアルカイザーって次の環境どうなんだろうな。GR 環境に対して勝利のガイアルカイザーってカードが強いかどうかですよね。考えるべきは。まあまあ悪かないと思いますけどね。勝利のガイアルカイザーが弱いってことがそもそも基本的にないからね。ただ、まあ、従来の、なんだ、生姜チェンジバスターとかがね、なくなった以上、今の生姜にどこまでできるかですね。あー、なんか強そう。はい。あ、シャコか。いや、悪くないよ。いや、悪くないけど。なんか、一枚差しのカードが、ここのオリパで出てきたときは、大体やばいが相場なんで、上見すぎてましたね。というわけで、どんどん行きましょう。さてと、というわけでね、僕の今日話せる内容は基本的になくなったんですけど、他なんかあったかな。まあ、ちょっとなんか、カード開けながら話していきたいと思います。あ、そうだ。UGC の話するか。なんか、今回から UGC が、お、全滅いいな。7種類になったらしいですね。前まで5種類だったんですよ。で、今回から7種類になんか、増えたそうで、いろんな種類のカードが手に入るって考えればいいことだけど、その、まあ、狙ったカードが入りづらいっていうのはデメリットかな。というわけで、サイゾーミストが入ってるのは見た。サイゾーミストとレッドゾーン X は、僕は確認しました。あと知らないんだけど、サイゾーミスト、サイゾーミスト入ったかと思って。いや、びっくりしましたね。や、危なかった、マジで。サイゾーミスト買っとこうかなと思ってたんで。まあ、サイロク決まったんなら別に買わなくてよくなったから。まあ、よかったよかった。そうか、あれサイロクすんのかと思って。で、サイゾーミストはサイロクすんのに、サルトビはサイロクしないんだね。サルトビ、プロモとかになったら結構やばそうだけどね。でもあれ、昔からさ、ずっと重要あるのに、一向にサイロクしないとこを考えると、なんか、しばらく本当にサイロクしないんかな。なんかそんな気がしてきた。当たった。ほい。チェインレックスは、これはまあ、外れかな。チェイン、ジスタジオナゾマルクーガー。ああ、これはまあ悪くないわ。カブトリアルクーガーが強いね。
カブトリアルクーガってミステリーキューブの電動解除に伴って値段上がったんかな。あのデッキを作る人が増えたんだら上がった説はあるけど、でもまあなんか1000円ぐらいだろうどうせ。というわけで、そういえばさ、燃える革命ドギラゴンとさ、ドギラゴン、ボルシャックドギラゴンって今どっちの方が値段高いの？一時期はもう比べるまでもなかったけどさ、今ちょっと話変わってきたじゃん、いろいろあって。ドラムトレボー。いやー、さて、お、チュートピア。チュートピアはなんか、チュートピアって言ったら GOD だけど、当たった。GOD はどうなんだろう、今。デスザーク、あれこれもう一枚デスザーク出たら、おー、こっち？強いな。これでデスザーク4揃いましたね。はい、どんどん行きましょう。あー、そう、さ、これ動画編集してて思ったんだけど、動画編集っていうか動画投稿してそれを自分で見直して思ったんだけど、僕基本的になんか話してない部分、俺パー開けててもカットする場合があるんですよ。どうせ見どころないじゃん、これ。なんて言えばいいか。だって、このさ、動画もさ、あれでしょ？ノーマルカードの紹介を見に来てる人いないじゃん。オリパー当たった時のあれと、まあ、うちのその、なんか裏情報みたいな話をさ、聞きに来てくださってるわけじゃないですか。で、そのニーズに応えようと考えた時にさ、オリジャだ。それが強いな。3枚か。ニーズに応えようと思った時に、その、何も喋ってなくて、出てくるカードも大したことがないシーンっていらなくねと思って、そう、カットしてみたんですけど、意外と大丈夫だったっていうところがあって、でもちょっとね、前回の動画は割と控えめだったのよ。なので、ちょっと今回もしかしたらゴリゴリに。うわー、やっべー、これ欲しかったー。あ、別にそんな高いカードでもないんですけど、普通に欲しかったっすね。5SU。なんかの付録だったよね、確か。なんか買うほどでもないけど欲しいなーって思ってたカードが、こういうオリパから出てくると結構興奮しますね。てか僕とかさ、その、オリパをさ、全買いするタイプの人だからさ、全買いしないタイプしかおらんよな、普通。まあ、全買いするタイプの人間なんですけど、僕。その、何が出るか大体見当がつくじゃない。まあ、今回に関しては僕これ12月に買ったオリパだから何出るか全然わかんないんだけど、うい。っていうか、チンゾだ。何が出るか、その、わからないようにするために、あえて3ヶ月ぐらい寝かしてる説はあるんだけど、だから多分あれだよね、このデッドゾーンも多分12月当時は25,000〜26,000だったんじゃない？もしかしたら。はい。いや、てかもしかしたらってか確かそうだよな。安かったから入れたんだろうね。だからこれが時差オリパ開封の醍醐味ですね。時差オリパ開封っていうので表現が合ってるのかちょっとよくわかんないんですけど。いやー、終わらんな。ああ。はい、というわけで続きやっていきましょう。ついでに時間鏡の話しとくか。一応これデュエマのチャンネルだからデュエマっぽい話もしょうがないといけないか。時間鏡なー。まあ、結局、論点になってくるのは GR クリーチャーとオレガオーラがどれだけ強いかって話だよね。だ一応、オレガオーラの方もサポートカードとして、この前紹介したアストラセンサーだっけってのが出てきたりもしてるから、まあ、公式としてはもうバンバン流行らせる気なんだろうけど、だから難しいところなのがさ、強すぎるとバッシング食らうし、弱すぎると誰もパック買わないから売り上げ落ちるしで、結構難しいんだよね、その辺の線引き。まあでも、パック売れないぐらいだったらインフレした方がマシだけどな。スコーラ、コンチコンチ。え、これ強っ。このオリパ強いな。ちょっと先にデッドゾーン出ちゃったせいでさ、リアクション取りづらいけど、普通に強いけどね。だからさ、こういうさ、当たり枠から出てくるカードよりさ、外れ枠から出てくる、響きとか鬼かますとか、そういうやつの方が割とリアクションは取りますよね。まあ理由は簡単。意図してないからですね。意図してないっていうか、おお強っ！ニコルボーラス。普通にリアクション出たわ。びっくりした。ニコルボーラスはちょうど欲しかったとこもあったかな。800円とかさ、そういうカードがさ、4枚出てくるよりさ、4000円とかのカード一気にパンって出てきた方が嬉しい。嬉しい。まあ今のは金額的にも、あれ、後者の方が優れてたけど。じゃあ例えばその800円のカードが1枚、あ、4枚出てくるのと3200円のカードが一気にボンって出てくるのだと、やっぱインパクトで見た時には後者の方がインパクトあるなとは思っちゃいますから、YouTuber 的にはやっぱそっちの方が嬉しいのかな。いや、これ、自分でオリパを開けながら、僕自身がオリパを作る時の参考にもしてるんですよ、基本的に。そういう意味合いもあって、オリパ開封ってのはね、僕からしたらやめれないんですよね。オリパ開封が仕事になるっていうのはなんか変な感じしますけどね。まあ、オリパ開封が仕事って言ったら、むしろ僕よりも、下川さんとか、シャマさんとかの方が、それっぽいけど。なんか俺のやつ、オリパ開封やってるだけで、オリパ開封動画じゃない説があるからね。プラン DG。フラン DG はね、専用フィールドなので、E2 フィールド貼られても張り替えされませんっていうね、豆知識だけ置いておきます。というわけで、ラス1ですね。はい、何もないと。まあラス1って言ったんですけど、このパートラス1ですね。まだある。というわけで以上、オリパ開封でした。次回お楽しみに。